これ一徹も見てくれよ、170だ。これ一徹も変えよう。一徹も変えてもいいよな、これ。私ね、見てて思ってたんだけど、そうなんだよね。一徹さ、ワンチャンさ、これ、わかる？わかる？これ！ヒーローモード一徹！ヒーローモード一徹ありなんじゃないかなって。にっこりヒーロー一徹。お前一徹、お前ヒーローになれ。で、髪の毛も変えよう。この、これつけるんだったら、お前は、そうだよな。お前もこれでいいな。うん。大あり。社長と同じだけども、顔の印象が違うから、うん。これはヒーローだ。で、フレームの色、黒で、レンズの色を赤にしよう。いいね、目の色はこれ変えても色は変わんないから。音声もヒーローにするか。めちゃくちゃいいやんこれ。 OK で呼び方変える。一徹ニックネーム変える。背負え一徹。ヒーロー一徹ね。登録名ヒーロー一徹。いいんじゃない？これでみんなきちんとやったでしょ。うん。よし、オッケー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 。完璧にした。エレメンタルヒーロー。イーストあれ東だったっけ。一徹って東だったっけ、西だったっけ。東か。エレメンタルヒーローにできるじゃん、やっぱり。イーストヒーロー。イーストヒーロー一徹。いいヒーローか。あ、いいヒーローね。足りるこれ。足りねえ。いいヒーロー鉄かな。いい、いいヒーローね。コナミだからいけるもんな。うん、そうコナミです。ヘロ、ヘロね。あ、いけるいけるいける。イーストヒーロー一徹。ああ、そうだ、遊戯王だからコナミなんだ。失念失念。はい、イーストヒーロー一徹。なっかギッチギチだ。はい、イーストヒーロー一徹。いやー、育ったなー本当に。ここまでよくぞ育った。
次外野手としてセンターを小野町くんの代わりに守ってもらおう。うん。で佐伯兄、彼女ができました。それでいてミートも高くて足もあるね。うん、すごいいいな。外野手として理想的な能力してるんじゃない。